皆さん、こんにちは。先日、2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の組分けが決定し、森保ジャパンはオーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアと同組となりました。9月5日から開始されるアジア最終予選ですが、ホーム初戦で対戦する中国代表メディアが日本に対して様々な反応をしており、その内容が話題を寄せています。ホーム&アウェー方式で行われる今回の予選、3グループの上位2カ国には本大会出場権が与えられ、それぞれ3、4位はプレーオフに回るレギュレーションとなっており、 FIFA ランクアジアトップに位置する日本は当然グループ2位内での出場権獲得が至上命題となります。出場国が48へ拡大し、アジアも最大 8.5 枠が与えられる中、中国も2002年大会以来となる本大会出場を目指しており、国内メディアは史上2度目のワールドカップ出場へ、さらに日本との初戦へ向け早くも強い意気込みを示しているようです。中国は FIFA ランク89位と17位でアジアトップの日本とは小さくない差があるものの、中国のメディアは今予選で注目すべき一騎打ちと位置づけ、中国のポータルサイト倉庫は7月4日に日本に対する記事を掲載しており、日本はこのグループで最も強いチームだが、前回のワールドカップ予選ではオマーンとサウジアラビアに0-1で敗れ、ベトナムには1-1で引き分けられた。日本は弱いチームと対戦すると簡単に図に乗ってしまい、相手を軽視した代償として勝ち点を失うことがわかる。日本代表はただ点を与えるだけだと、ずっと中国代表を見下してきたので、我々は相手のそういうメンタリティをしっかり把握して警戒をさせなければいけないと伝えており、他にも同メディアは、実際日本代表は吉田麻也と長友佑都という2人のベテランが退いてから、実際は後者は復帰している、守備が以前ほど固くないという明らかな問題も露呈していると指摘しており、特にフォワードに高さを使って攻撃を受けた場合、身長が低く相対的に弱いという問題がすぐに浮上する。したがってチャン・ユニンとユーケソンは中国代表がうまく活用できるツートップであり、彼らを使って日本のディフェンダーと絡めば、後ろから来るウーレイがより多くのシュートチャンスを得られる。そこに中国代表チームが突破口を求め、逆転を達成するチャンスかもしれない。中国チームはこの心理的優位をつかみ、日本チームに意表をつく一撃を与え、自分たちの競争力と闘志を十分に発揮すべきだ。ワールドカップの夢を続けるためには4位に入ればいい。奇跡が起こると信じている、と締めくくっています。他のメディアでも、中国代表は日本を倒すためのユニークな策略を持っている。イバンコビッチ監督はとっくにひらめいているはずだ、と題した記事を掲載し、中国代表の現在の戦力は実は韓国や日本に劣っていない、日本や韓国と対戦するたびに大敗はしていない、終わったばかりのワールドカップ2次予選を例に挙げると、中国は孫フンミンのような絶対的なトッププレイヤーがいる韓国にわずか1点差の負けだったとし、記事は現在の中国代表のレベルでは日本や韓国などの国と対戦すると勝つよりも負ける方が多いが、引き分けもある、敗れても通常は1から2点差だ、したがって両者の強さは実際にはほぼ同じだ、中国代表のレベルは実際にはかなり優れており、違いは戦術的な問題だけであると主張し、続けて中国はコーナーキックやフリーキックを利用してヘディングでゴールを決めるという独自の利点を見つける必要がある、これが採用すべき戦術だ、中国代表は自分たちの欠点を認識し長所を生かす必要がある、フィジカル面では日本や韓国に劣らず、むしろ優位な面もある、背の高い選手はヘディングにおいて当然有利であり、コーナーキックやフリーキックはこの優位性を生かす絶好の機会となる。第2に、中国は試合中の戦術的な柔軟性に焦点を当てる必要がある、対戦相手によって異なる戦術を採用する必要があると見解を示しています。同メディアはさらに、中国代表は心理的資質の育成も強化する必要がある、強いチームと対戦する場合
選手は緊張してミスをしやすいため、心理的トレーニングを通じて自信とプレッシャーに耐える能力を向上させる必要がある。試合中は焦らず落ち着いて着実にプレーしてほしい。コーチングスタッフは選手の全体的な質を向上させるために、選手の特性に基づいて合理的なトレーニング計画を立てる必要がある。代表チームの監督としてブランコ・イバンコビッチは常に経験と教訓をまとめ、戦術の調整を行い、各選手の潜在能力を最大限に引き出す必要がある。科学的なトレーニングと効果的な戦術を通じて、中国代表は国際舞台で良い成績を収めることが十分に可能だ。つまり、中国が日本に勝ちたいのであれば、自らの技術、戦術レベルの向上に加えて、自らの利点を最大限に活用し、合理的な試合戦略を立てる必要がある。科学的なトレーニングと効果的な戦術を通じて、代表チームは国際舞台で良い成績を収めることができると主張しました。そんな中国代表ですが、帰化選手の選出についても話題になっています。スポーツメディア神道体育が伝えたのは、ノルウェー2部のランハイムでプレーする攻撃的ミッドフィルダーヨン・ホーサテル選手の近況。ノルウェー出身の中国名ホー・ヨン・ヨンは中国代表としてプレーする意思を明らかにした。今後すぐにでもブランコ・イバンコビッチ監督が招集する可能性が高いと報じています。ホー選手は現在26歳、ノルウェー出身の父と中国出身の母を持ち、183センチの高身長ながら技巧に長けたパサーで、トップ下を主戦場にゴールをお膳立てするプレイヤーです。同メディアはホーはノルウェーで生まれ育ち、同国の年代別代表にもずっと選ばれていた。かつては同世代のマーティン・ウーデゴール、アーセナルと双璧を成したほどの逸材であると紹介。その上でフィジカル面が弱点で伸び悩んでいた。2019年に中国への帰化を果たして、それから4年間は北京国安でプレーしたが活躍はできず、 A 代表からもお呼びがかからなかったと説明しています。ですが2023年から加入したランハイムで一躍ブレイクし、2024年シーズンはここまで14試合に出場して10得点4アシストの大活躍で力強くチームを牽引しています。同メディアは北京国安時代のガラスのプレーメーカーが嘘のように光り輝いている、幸運にも彼はまだ中国国籍を有しており招集に障害はない、中国代表は前線のウーデーに高パスを供給できる選手を欠いており、彼はまさにうってつけの人材だ、イバンコビッチ監督ならうまくチームに馴染ませることができるだろうと期待を寄せ、今年2月に開催されたアジアカップでグループステージ敗退の惨敗に終わった中国代表。大会終了後に就任したイバンコビッチ新監督の下で、帰化選手を積極登用する強化策を復活させ、ディフェンダータイアス・ブラウニング選手、イングランド出身、上海開港、フォワードユーケソン選手、ブラジル出身、聖徒養生、ミッドフィルダーフェルナンジーニョ選手、ブラジル出身、山東泰山、ミッドフィルダーニコエナリス選手、イングランド出身、北京国安、フォワードアラン選手、ブラジル出身、チンタオ西海岸らが続々と招集されてきました。さらにコンゴ民主共和国出身で蘇州マイティライオンズに所属する24歳のフォワードオスカー・マリトゥ選手の帰化も進めているようで、最近はウイグル自治区出身の21歳フォワードベイラム・アブデュエリ選手を抜擢起用。アジア二次予選では途中出場の対戦で貴重な同点ゴールを決めるなど、イバンコビッチ監督采配が冴えを見せています。一方、中国メディアフットボールニュースは、中国代表がサウジアラビアに対して勝ち点を獲得する可能性があるとの記事を掲載しており、ロベルト・マンチーニ監督の就任後、サウジアラビア代表は二次予選でホームでのタジキスタン戦はの勝利で、アウェーではドローだった。ヨルダンとは1勝1敗、親善試合ではパレスチナと0-0、レバノンに1-0だった。同メディアはアジアカップの準々決勝では韓国に PK 戦で敗れ、親善試合でも0-1で韓国に敗れた。もし予選のスタートで良い成績を収められなかった場合、
監督交代が行われる可能性が高く、それはこのグループの不確実性を高める可能性がある。中国代表にとってもチャンスとなるかもしれない、と続けました。ただこの記事に対し中国のファンからは次のような声が上がっています。チャンスはない、こんなことを言うのはとても恥ずかしい、可能性はあるのはバーレーンとインドネシアだけ、なぜ私たちはまだ強豪チームと勝ち点を競うのを夢見ているんだ、サウジアラビアはアルゼンチンに勝ったチームだぞ、まだ希望はあるというのは馬鹿げている、また夢を見始めた、アルゼンチンに勝ったチームなのにその自信はどこから来るんだ、などとメディアの反応に対してファンは悲観的な反応を示していました。日本は前回のワールドカップ最終予選の初戦でオマーンに敗れているだけに、今回の初戦の重要度がささやかれています。9月5日から開始されるアジア最終予選、今後の日本代表の活躍に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。